どうも、オナです。私はですね、今アルゼンチンのブエノスアイレスに来ています。それでね、見ていただけば分かると思うんですけども、マクドナルドの前に来ています。私自身マクドナルド好きですし、結構ね、マクドナルドね、国によってはこうご当地メニューみたいなのが結構あるんで、まあ、今回もね、アルゼンチンで果たしてご当地メニューがあるのかって、もしあればね、それにちょっと食べてみたいなっていうふうに思います。それではちょっと中に早速入ってみたいと思います。マクドナルド注文してみました。見ないものがあったので、それをまずね、まあ、妻と2人分ちょっと注文ハンバーガーしてみました。それで僕が頼んだやつはこのね、クラブハウスってやつで、あのシグニチャーバーガー、後々調べたら結構アメリカとか、あと韓国の一部の店舗などで売られてるやつで、日本では多分売られてないタイプなんですけども、マクドナルドのハイブランド、トヨタでいうレクサスみたいな感じのやつがね、売ってたんで、これちょっと注文してみました。もしかしたらアメリカ本土とかでも売ってるかもしれないんですけども、これがね、今売ってるマクドナルドの中で一番おそらく高いやつで、セットでポテトとコーラがついて、だいたいね1000円ぐらい、結構高い。ビッグマックも、ね、当然売ってたんですけども、ビッグマックも800円ぐらいするんで、結構アルゼンチンでね、外貨の価値が下がったりとかインフレとか起こってるんで、結構マクドナルドとか外資系の企業の食べ物っていうのは高いような、割高感がねすごいあるような感じがしますね。なんか聞いた話では、2014年ぐらいはね、外貨規制の問題でマクドナルドがこうケチャップをね用意できなくなった、チリ産ケチャップをね輸入できなくなったみたいな事態もあったそうですね。これが妻が頼んだやつで、これもシグニチャーバーガーですね。妻のやつなんで触ったら怒られるんで、こんな感じで、ちょっと見えないですけど、こんな感じでアボカドが入ってるやつで、南米とかメキシコっぽいような感じがするんで、もしかしたらアメリカ本土では売ってないかもしれないですね。これを今回注文しました。じゃあちょっと僕は自分の分は食べてみようかと思います。こんな感じですね、はい、よし。ハンバーガーが2枚と、あとベーコンが入ってた感じです。いや、もうこれなると普通のマクドナルドハンバーガーとは違いますね。うん、うまい。いや、肉もね、普通のハンバーガーとはやっぱ違いますね。おそらくシグニチャーバーガーって、注文してからこう作ってくれるような感じなんで、すごいあったかくてね、美味しいです。じゃあこれね、ちょっと全部いただきたいと思います。ちょっとつまんないやつもいただきます。あ、うまいね、普通にマックの普通のチキンと違う、うん、これは日本でも売ってほしいね。すごい、アボカドもあるね。ちょっとこれも、あ、うまい。これは日本でも売るべきだわ。1000円だったら全然買うな。じゃあこっちを引き続きいただきます。コーラ全く炭酸ないの。今回はね、ちょっとね、もうお腹いっぱいなんでこれだけにしとこうと思うんですけども、デザートとか、あと朝のマックのメニューでね、アルゼンチン限定っぽいやつがねあったんで、ちょっとそれはね、明日以降また紹介したいと思います。ではね、まあ、これはね、とても美味しかった。全然ね、ビッグマック頼むんだったらちょっと高い、ね、200円ぐらい高く出してこっち食べた方がいいと思います。ただコーラの炭酸はちょっともうガスがね抜けすぎてて、もうこれ日本だとこうクレーム言われるレベルぐらいのやつだったんで、ちょっとそれが残念だし、それ以外は良かったと思います。妻にね、朝マックをね買ってきてもらったので、普通のコーヒーなんですけども、うん、これは普通なんですけど、この問題はこれですね。これは多分アルゼンチンか南米かにしか売ってないようなやつで、朝マックのね、さっきのコーヒーとこのクロワッサンみたいなやつ、3つでだいたい400円ぐらいで朝マックのメニューとして用意されているようです。これね、クロワッサンといえばクロワッサンなんですけど、ちょっとね、こんな風な甘い感じのやつで、そう、結構ずっしりしてるような感じのメディアルナというマックご当地メニューとして売られてます。めっちゃうまいな、これ。日本でも普通に
販売したら売れそうな感じ。これが、まあ、ちょっとね本当は3つなんですけども、なぜか2つしか入ってなかった。多分バイトの人が若かったからって妻は言ったんですけど、こんな風なやつがね3つついて、あとコーヒーとで400円ぐらいですね。これ全然いいと思いますね。結構だから別にマック以外でもこの専門店っていうのもありますし、買ってる人もねめっちゃ多いんですよ。なんでこれはもうアルゼンチンの人にとっては馴染みのある食べ物だと思われます。マクドナルド再び来ました。見ていただけたら右にあるマックフルーリーのアブエラゴイっていうんですかね、あれがねアルゼンチンでご当地メニューだと思うんですよね。パタゴニアっていうなんかまあおばあちゃんの絵描いてる、おばあちゃんかなの絵描いてるやつなんですけど、これは普通にそこら辺にあるアイスクリーム屋で、それとマクドナルドはコラボしてる感じですね。ちょっとあれをね注文してみたいと思います。今回注文するのはこれですね、まあ、マックとこれがコラボしたやつです。注文しました。だいたい値段が300円ぐらいで、結構ね日本のマックフルーリーと変わらないぐらいで、ただちょっとボリュームは日本よりあるような気がする。なんかね日本のやつってこうねマックフルーリー頼んで半分ぐらいしか入ってないみたいなことがあるんですけども、こっちはパンパンに入れてくれますね。ただねなんかかき混ぜてくれはないですね。ただこうちょこちょこ乗せて終わりみたいな感じで、それでねカップもね限定のそこの店にあったカップで来ればすごい可愛くて写真映えもしたんですけども、これだと残念ながらこれはなんか普通のマックフルーリーの形ですね。実際に食べてみましょうか。まずなんかこのねキャラメルソースっていうのがねこのアルゼンチンすごい有名みたいなんですよね。コーヒー屋とか行ってもねこれのチョコレートとかこれをねなんかコーヒーに入れたりとかなんかしてる専門店もあるぐらいなんですよね。いや本当になんか不思議なんですけど、じゃあこのチョコとかき混ぜて、これチョコはキットカットか分かんないですけど、まあ食べてみよう。あこれ全然うまいですね。うんこれはいい感じです、うん、いいね、うん、このねパタゴニアのアイスクリーム屋は今回食べてないんですけども、そこも結構ね人並んでるんで、かなりのねアルゼンチンでも人気店で、それと、まあ、コラボしたやつで、まあ、これ全然美味しいですね。うんありだと思います。アルゼンチンでいろいろマクドナルド南米とかねアルゼンチン限定と思われるものをちょっとねいくつか食べてみました。これからもねマクドナルド結構好きなんでね、他の国でももし好評であればご当地のマクドナルドをねひたすら追求してね食べていこうかなっていう風に思ってます。この動画が良かったとかね面白かったらぜひグッドボタンチャンネル登録お願いします。またねこれね美味しそうまずそうとかねそういったののコメントもねぜひいただければと思います。また私ねこの動画アップしてるうちも違う国にいてこうマクドナルドを食べてるかもしれません、まあ、そういったねリアルタイム情報はね Twitter、Instagram にアップしていますので、そちらの2つのフォローもよろしくお願いします。こんな感じで今回アルゼンチンのね限定のマクドナルドのメニューを食べ尽くしてみたという動画を終わりたいと思います。それでは。